ニューヨーク・ニューヨーク・ホテルカジノは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにある MGM、リゾーツ、インターナショナル系列のカジノホテルである。1920年代頃のニューヨーク・マンハッタンをイメージしていて、自由の女神、ブルックリンブリッジなどのイミテーションがあり、客室群はエンパイア・ステート・ビルディング、クライスラー・ビルなどのレプリカになっている。 トロピカーナとラスベガスブールバード交差点の北西の角にある18エーカーの敷地は MGM グランドエクスカリバーホテルカジノトロピカーナに近接しているため開発の主要スポットとみなされていた。日本の会社であるユニバーサルエンターテインメントが土地を所有しておりホテルカジノを建設するためにシーザーズエンターテインメントとの合弁事業について話し合いが行われたが

竣工し、1997年1月3日に開業した。敷地内に設置されているジェットコースター、ビッグアップルコースターは、浅草花屋敷のローラーコースターなどで知られる、日本の統合者によるもので、カジノのゲームに影響を与えない程度の振動対策と、客室のすぐそばを走る、際の騒音対策から採用に至ったもの。ありがとうございます。